すまんな。こんなことお前さんにしか頼めん。お市様に渡してほしいんじゃ。幸福を促す書状じゃ。もうすぐ浅井の本拠小谷攻めが始まる。その前に何としてもお市様を救いたいんじゃ。私は長政様のおそばを離れません。猿の気持ちだけ受け取っておきます。ありがとうございます。ですが覚悟はできています。お兄様は人の幸福も人の不幸も笑い飛ばすお方。ですが長政様は人の幸福を願い人の不幸に心を痛められるお方。乱世の中で人々が捨て去ってしまった情をしっかりと持っていらっしゃるお方なのです。私はそんな長政様の天下が見たい。そんな長政様と添い遂げたいのです。おお、姉川では見事にやられてしまったな。だが次はそうはいかぬぞ。一、宴の用意を。長政様、何故。今は敵同士となってしまったが、一もそれがしも世話になった勇士が来てくれたのだ。お互い積もる話もあろう。今宵ぐらいは昔話に花を咲かせようではないか。長政様。はい、今すぐに。あら、一と戦う信長の顔見た？かつてないほど嬉しそうだったわ。あの人はね、一が歯向かってきたのが嬉しいのよ。これまでべったりだった妹が独り立ちしたってね。実の弟や妹に裏切られても動じない。むしろ喜んでるの。何があっても平然と飲み込んでしまう男。あなたも魅力的だと思わない？喜んでやるんじゃない。あの人、陽気に、いえ不気味に田植え歌なんて歌いながら。私は死んでも嫌だけど。やあ、来てくれたんだ。さ、上がって上がって。話したいことがあってさ。俺さ、秀吉様と会ってつくづく思い知らされたよ。俺ってただ超可愛くて超絶頭がいいだけのやつだって。きついな。まあ、父さん様の時からそうだったよね。
君ならきっと正解を導けるような気がするよ。話戻すと、秀吉様の情に触れて気づいたわけですよ。俺って本当人を見てなかったんだって。二人目だとか、秀吉様を情も持たないただの支配のための道具みたいに言ってさ、最短距離で太平を導こうと思ったら情なんて邪魔なだけだ。だけど情のために時代を変えようって男に感じっちゃってさ。天才軍師ならそれ込みで太平を導かなきゃ嘘だよね。さて、情たっぷりで時代を変える方法、寝ながら考えるとしますか。おやすみ。美女の危機、見過ごすわけにはいかねえ。助けに行こうぜ。うん、なんだてめえら。痛い目に遭いたくなかったら失せな。そうはいかないね。失せるのはてめえらの方さ。行くぜ。もう大丈夫だ、お嬢さん。さ、顔を上げて。はぁ、道を聞いただけなのに手をつかまれたのじゃ。街中とは恐ろしいところじゃの。ともかく、どうもありがとうなのじゃ。この恩は一生忘れないのじゃ。わらわは織田家家臣、明智光秀の娘じゃ。そちの名前もぜひぜひ教えてほしいのじゃ。うむ、良い名なのじゃ。して、そっちの鉄砲おじさんは。おじさんって。俺は最下孫一だ。おじさんはやめてくれ。守備範囲、それはどういう意味じゃ。教えよ、マゴ。やめろ、そんな言葉この嬢ちゃんに教えるな。いや、どうだろう嬢ちゃん、こうして知り合ったのも何かの縁だ。ダチの関係から始めねえか、俺たち。ダチ、友達のことか。良いぞ、わらわは二人をとても気に入ったのじゃ。そちたちがわらわを救ってくれたように、わらわもダチの危機にはすぐに駆けつける。では今日は急ぐゆえ、また会おうぞ、マゴ。好奇なんだか奔放なんだかよくわかんない嬢ちゃんだったな。ま、可愛かったな。お、嫉妬かい。ったくモテる男はつらいぜ。